フルーツポンチを今日はやります。チパーおーポンポン。ノータイム下ネタやめて、本当にだんだんとね、伝染してきてるね、これ本当に。すいません、それはちょっと申し訳ないです。今日はノータイム下ネタ選手権ですか？違います。今日はまたネットでフルーツポンチパーティーやってる人がいて、めっちゃやりたい、これ楽しそうって思って映えてるんですよ。あえ缶詰でしょ。持って持って乾杯して、ここに入れる。乾杯するんだ。乾杯する。あーなるほどね。ほら、ビールかのごとくの音。じゃあ乾杯しよう。乾杯乾杯。イエーす。乾杯。はい、もう入れてって。あ、もういいの。はい、いけー。でーっ、うわ、気持ちいい。ほうやる。思ってたんとちゃうの。先に水入れた方がいいかな。なんかサイダーみたいな入ってるイメージある。確かにサイダー入れよう。サイダー入れよう。だからトマト君は三ツ矢サイダーとか汁物が水しか飲めないので、フルーツをひたすらつまんでいただきます。はい、とりあえずじゃあもうサイダー入れる係。サイダー係、缶詰係。はい、じゃあ入れてってください。はい、うわーい、すげえ。もうちょっとぼくなってきたんじゃん。うん、いくぜ。まるでフルーツたちの入浴やあ。あ、おいしくなーれ。まだこっちにもいっぱいあったで。フルーツ1万円分だから。1万円分なんだこれ。あ、これうまいや。これこんまん食いたいわ。え、これうまいの。急に関西弁なんだ。いやうわー、いやすごい。うわ、ドロッカーまで買ってきたんか。お客さんね。ベベ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 。うわシャバダン。うわこれで終わりかな。お、あ、すごい、すげえ。またでココがいい仕事してるわ。映えるね。え、めちゃめちゃ良くない。これを見たかったんよ、俺は。いいね。いやでも厚みすごい。フルーツポンチ一クラス分ぐらいあるね。じゃあこれをみんなで食べます。イエイ。おいしゃー。フルーツポンチパーティースタート。いただきます。うまいです。うわ、糖分でもうめっちゃ唾液出て超痛い。うん、みかんふわふわする。うん、フルーツ。はい、びっくりした。はい、わかりました。はい、わかりました。なんだなんだ。呼ばれた。呼ばれた。うん、財布持って。うん、行ってくるわ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ふぅ、休憩休憩やりまーす。一番好きな果物なんだ。一番か、むずいなそれ。むずっ。ジュースだったらマンゴーせするんだけどな俺。いちごか、なしか、種なしぶどう。止まんないそれこそ。へぇ、いや汁きちぇ。水ってさ、容赦なくさ埋め尽くしてくんやん、胃の中。あ、お疲れ様です。了解です。ちょっとじゃあ行ってくります。いってらっしゃい。ほら、一旦休憩です。でももうフルーツはもうほぼほぼないよ。え、これでそれ言える。何笑ってんだよ。あんましてねえわ。いや、汁飲めないのかわいそうだなって最初思ってたんですけど、いいなって。後半そっちが触りたくなるわ。そうそう、またぞ。フルーツ担当俺だから大丈夫だぞ。また汁残ったまま具だけ取るんですよ。すげえ、食ったように見える作戦だお前。俺ずっと見てたんですけど、汁は満々なの。常に汁取ってんだって思ったら、うん、残してんだ俺。お前見てんだろ。おもろいな。そのなんか映画終盤で結局死ぬキャラ。うん、なんかめっちゃ減ってるやんフルーツ。喜んでんじゃねえ。みかんかわいいな、よく見たら。みかんかわいいね。子供の名前みかんにしようかな。みかんレモンくん兄弟いたよ。俺らの2個上でその名前だから、もうドキュンネームの走りよ。いや、すごい早っ。キラキラネームですね。まだキラキラだね。ドキュンは俺かな。俺キラキラではなくない。でも輝いてた。強そうっすよね。うん、そんな感じだよね。多分そこそこ名前だけ聞いて、たまちの顔見るね、イメージしてくださいっつって思ってたのと違う選手権優勝で、たぶん絶対180センチ95キロだもん。やべ、フルーツしか減らん。なんだよ。フルーツの缶詰の液は体に悪いのかを調べてた。糖分がたくさんあるから取りすぎはあんま良くないと書かれています。
でも体に悪いことしてるのなんかちょっと楽しいとかない？懇親や3日連続とか行くの逆に楽しくない？眠いけどオールでみんなと喋ってるみたいな。それとは違うんじゃない？それだ、一緒だとしたら全部何でもよくなる。さらっと、うん、俺聞いてたけどな美しい。え、すごいセンス。乾杯。いやー今からモノマネするけど最初の一瞬しか見せません。当てた人は次の全体コールをスキップして僕がその人のモノマネましょう。おぉ、ええ、じゃあようやく2杯でもこんなのしてそれ。だって似てるかどうか置いとくから。あ、はいはい、言います。はい、ポッ。今のがモノマネだったんですか？はい、モノマネの冒頭の2フレぐらい。マルフォイ。残念だった。はい、ポッター。はい、スネープ先生。違う。あ、似てる。お前、あ、そっち行くか。え、あ、じゃあ違う違う、絶対違うわ。やべえ、でかい人だった。はい、はい、斉田選手。サトシ。正解です。イエーイ。ポケモンゲットだぜの一ミリも似てねえやつ。マルフォイとスネープめっちゃ似てたの。似てた。これダンスさんは次回免除です。やったー。俺もやりたい、俺もやりたい。お、あ、ダメだ、肩代わりできない。フルーツ食べる。あ、じゃあフルーツね。いくでいくでいくで。あ、行き過ぎやろ、行き過ぎやろ。じゃあいいですよ、絶対あれだ。ハウルの動く城に出てくる犬。なんて名前、なんて名前。シバ、シバ。あー、絶対。あー、最初の文字言ってくれたら分かる。確かに。ひ。何文字？二文字。おお。あ、わかったわかった。ひなだ。残念。いや、二択なんだよな、俺今。すごっ。もう、もう行った方がいい。ひひ。あ、え、残念。俺二択のうちの一個だから、そしたら俺も当てられるわ。行っていいっすよ。ひん。正解。イエーイ。じゃあ、タッチの分のフルーツは食べます。イエーイ。じゃあ、俺はキャラクターのソブリ当てたら4杯飲みます。うおでも知ってるっすよねっていうキャラだな。4杯分だからね、それなりのなんか難しいキャラなんだろうなって。顔もそいつの真似全力にします。あ、いきます、うん。あ、わかったわ、わかったわかった。ワンピースのおかっぱのシャボンディ諸島編の時に、うん、斧武器持ってってさ、戦闘丸。あ、戦闘丸。熊と一緒に来たやつ。うん、正解。イエーイ。金太郎みたいなやつでしょ。そうです。確かに。ここだと、ぽいじゃないですか。うんうん。で、あえてここにしたんですよ。ああ。そしたら、ワンピースって言った瞬間、ヒヤってしてた。4杯いく？じゃあ、4杯いきます。じゃあ、俺逆にワンピース知らないから、俺なりにキャラの真似するわ。おぉ。で、結構簡単かもしれん。おぉ。フルボディ？フルボディって誰？ミスタースリー？ミスタースリー？言えちゃう。わかった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 。ウェニエスロビーの列車の中にいるあのラーメンのやつ。わかる。誰誰？はい。ワッポル。誰誰？三時三時。分からん分からん。じゃもう三時は行きます行きます。腕組んで。あ、三時は。三時は。そんなやついねえよ。腕組んでなんかオールバック。ちょっとじゃあイメージで動いていいですか。はい、お。瞬間移動してんのか。蹴ってる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 。それなんだ。それなんだ。波動みたいな飛んでるんだよなんかね。これが分かった。分かっちゃった。え、分かった。これちょっとね似てるわ。キザル。正解。じゃあ俺ちょっとトイレ行ってくるんで。帰ってきたら俺のやつ。ああ、ここからね。誰誰誰。怖い怖い人。怖い。いや、分かる分かる。有名なキャラよ。エネル。正解。よっしゃ。やばいわ。じゃあボーナス問題で3杯飲みます。うわ、グラスマンパー3杯でみんな知ってるキャラ当てちゃうよ。うん、トランファルガーロー。ピンポーン。じゃあ3杯飲みます。いくよ。はい、いいよ。当てたら5杯ね。はい。はい、かく。残念。あと違かったか。はい、ヤソップ。残念。ワノ国に出てくる天狗。違う。おい、ソゲキング。おい、当てろよ。ウソップだろ。これ当てられたら残りのフルーツ全部食うわ。ええ、いくで。さあ、誰でしょう。あいつパンツにおめでとうって書いてある。あらかじめ正解。違うとこで受けないで。マルコ。残念。ダイヤモンドジョズ。残念。ルフィの兄弟サボ。残念。ルフィエースじゃない。ちょっと俺もトイレ行ってくるわ。いらっしゃい。じゃあ俺も当てられたらそれ全部飲むわ。いくよ。はい。ああ、チョッパー。当てんのよ。やっぱワンピースモノマネ大会でかかったわ。いや、でかすぎたっす。ガチで減ったもんな。
もう多分ね、カメラではもう見えてない、ほぼ見えてないレベルでないと思う。フルーツは別で分けた。ありがとう。一人がこれを残り全部飲みます。4人で何する？いいゲームがあるんですよ。はい、何の山の宣言って知ってますか？うわ、トマンもでも入ってこない。別に負けても飲まなくて。ああ、なんかでも負けた時の罰欲しいわ。そしたらじゃあ洗い物。ああ、哲也、なんか山手線ゲームのお題ちょうだい。寿司のネタ。はい、おお。じゃあまたぞーから寿司のネタ。山手線ゲーム、イエーイ。お題は寿司のネタ。はい、せーの、マグロ、ビントロ、卵、サーモン、中トロ、イカ、甘エビ、エビ、ハマチ、ホタテ、ウニ、エンガワ、アナゴ、イクラ、カッパ巻き、カンパチ、カンピョウ巻き、ペッカ巻き、納豆巻き。うわー、じゃあ次トマンがお題出して4人でやる。あー、なるほどね。俺マジでや。いいよ。哲也、もう一回お題出してくれ。おお、山宣言。お題は都道府県。せーの、東京都、北海道、富山県、青森県、秋田県、神奈川県、茨城県、岩手県、宮城県、山形県、石川県、愛知県、埼玉県、静岡県、福島県、鳥取県、福岡県、栃木県、山口県、千葉県、香川県、長崎県、長野県、愛媛県、徳島県、長崎県、え、どれ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 、いった長崎は俺いった。おお、やっちまった。おい、お前も混ざんなよ。でもあなたはもう混ざらないでください。あなたがお題を出してください。はい、はい、お題は漫画のタイトル。山手線ゲーム、イエーイ。お題は漫画のタイトル、せーの、ワンピース、名探偵コナン、ナルト、ピュート福士だが、ブリーチ、キングダム、ドラゴンボール、無表と事務所の、まあ、法律相談事務所みたいなやつあるやな。ロージー、ロージー、まあ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 、はい、呪術廻戦、こち亀、ダイヤのエース、ドラゴンボール。え、なに、ドラゴンボール言ってた。嘘、誰、マジ、はい、全く覚えてない。それではいただきますね。うーん、